東京都の多摩動物公園で飼育されているカモから簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応を確認しました。園はオジロワシなど他の鳥類について健康観察を続けています。都によりますと、昨日飼育しているツクシガモのうち死んだ3羽と生きている1羽について簡易検査で A 型鳥インフルエンザの陽性反応を確認しました。陽性だった1羽はその後安楽死させたということです。園内にはフラミンゴやオジロワシなどおよそ850羽が飼育されていて健康状態の観察を続けています。多摩動物公園は今日定休日で明日から当面の間休園します。都は今回の事態を受けて上野動物園や葛西臨海水族園などの一部の鳥類の展示を中止するとしています。